ラムディレクターの福田です。少子高齢化が進展する中で、危険な現場や人手不足の現場における労働、人類のフロンティア開発、生活のサポートなど、社会のあらゆる場面においてロボットを活用することができるようにすることが重要です。そのためにはロボットは人間の事前の命令がなくても、あたかも人間のように自律的に判断行動し、さらに学習も人間のように自律的に自己学習しながら発展していく AI ロボットの開発を目指します。2050年には AI ロボットと人間が共生することにより、現在のさまざまな社会課題が解消され、人類の豊かな生活が実現された社会を目指します。具体的には、人の感性、倫理観を共有し、人が違和感を持たない振る舞いをし、人と一緒に成長する AI ロボットが人に人生に寄り添う社会を目指します。次に、 AI ロボットが自動的に科学的法則、解法を発見することで、新たな医療品や技術、サポートを創出する社会を目指します。次に、 AI ロボットが人の管理なしで自主的に判断活動することにより、地球外で資源を探索採掘し、地球上では自然災害対応、農林水産業、土木工事等における効率化、労働力の確保、労働災害をゼロにしていく社会を目指します。 AI ロボットの実現には科学技術的ハードルは高いものの、 AI とロボットの共振化に必要な AI 技術とロボット技術を、ね、連携して自ら性能を向上させるコーエボリューション、共振化と、環境等に適応するため自分自身の知識や機能を自己組織的に改変する AI 技術とロボット技術であるセルフオーガニゼーション、自己組織化との2つの視点を踏まえた研究開発を推進することによって実現可能と考えております。このような社会を実現するために、私たちは2025年までに一定のルール、特定の環境条件の下で一緒に行動して、人が違和感を持たない AI ロボット、特定の問題、特定の環境条件に対して科学的原理、解法の発見のプロセスを自動化を行う AI ロボットの開発を達成します。特定の問題に対して自動的に科学的法則、解法を発見する AI ロボット、特定の状況において人の管理下で自律的に動く AI ロボットを開発します。さらに2050年までには、その AI ロボットは人が違和感を持たない振る舞いをし、自動的科学的法則、解法を発見し、人が活動できない環境下でも人の管理なしで自主的に判断活動し、人と共生することでしょう。そのために必要なプロジェクトとして、一人に一台一生を装うスマートロボットの開発を目指す菅野茂樹先生、活力ある社会を作る適応自在 AI ロボット群の開発を目指す平田康久先生、主体的な行動変容を促すアウェアネス AI ロボットシステム開発を目指す下田慎吾先生、人と AI ロボットの創造的共振化によるサイエンス開拓を目指す原田佳奈子先生、人と融和して知の創造越境をする AI ロボットの開発を目指す牛久義隆先生、多様な環境に適応しインフラ構築を革新する共同 AI ロボットの開発を目指す永谷圭司先生、未知未踏領域における拠点建築のための集団共有知能を持つ進化型ロボット群の開発を目指す国康春先生、月面探査拠点構築のための自己再生型 AI ロボットの開発を目指す吉田和也先生、以上8人のプロジェクトマネージャーに参画いただき、共にこのプログラムを進めてまいります。ムーンショット目標3のこの研究プログラムにおきまして、 AI ロボット研究、これにより日本あるいは私たち人類が現在直面しているメガトレンド問題の社会問題に対して解決の方法を目指したいと思っています。これにより豊かな社会の創生を図り、さらにロボット研究開発の促進を図る、このチャレンジに邁進したいと思っております。